お疲れ様です。今回一緒に行うのはウォーキングやランニング前に行うウォーミングアップエクササイズです。肩甲骨や股関節を柔らかくすることによって足がスムーズに動くので早く前に進むことができます。今回は股に挟むこの器具とダンベルを使っていきます。ダンベルはなくてもいけますが、この股に挟む器具は絶対に必要なので用意して一緒にやっていきましょう。必ずウォーキングやランニング前に行ってください。ではスタートです。まずは股関節を柔らかくするランジローテーションストレッチです。右左やりやすい方を確認してから行ってください。スタートです。前後に荷重をかけ骨盤をゆっくり回していくイメージで行っていきましょう。痛みが出ない範囲で行うのもポイントです。速くなくていい結構なのでゆっくりと大きく回します。反対です。足を入れ替えてください。骨盤は回しやすい方向だけで大丈夫です。回しにくい方向は回さなくて大丈夫ですので覚えておいてください。前後左右に大きく回すイメージです。痛みがなければ大きく回して回って大丈夫ですので、どんどん動かしていきましょう。次は肩甲骨と股関節を柔らかくするランジツイストストレッチです。ダンベルはなくても OK ですのでしっかりとねじっていきましょう。体が前に行くときに腕を後ろに引き、股関節や肩甲骨を動かしていくイメージです。ダンベルの重さは腕に負担がかかりすぎない重さでやってください。今回の場合は1キロ使ってます。はい、反対です。足と手を入れ替えてください。肩や背中、腰などに痛みが出ない範囲で行いましょう。ゆっくりと大きくです。しっかりとねじりを意識して行いましょう。次は股関節の柔軟性とお尻の筋肉を刺激するバックキックです。左右上げ背足から行ってください。スタートです。股関節と腰椎の動きが良くなり、走る時の負担が減りますので、しっかりと大きく繰り返してください。あともう少しです。頑張って。反対です。しっかりと足を大きく上げることでお尻にしっかりと刺激が入ります。足を大きく振り上げることで歩幅がしっかりと大きくなりますので頑張ってください。30秒長いですが頑張って。次は肩甲骨の可動域を広げる膝つきプッシュアップです。肩幅より広く腕を開いてスタンバイしましょう。しっかりと肩甲骨を入れながら上下します。胸を床につけるイメージで深くいきましょう。目線は真下か斜め下に向くようにしてください。おへその方を向くと力が抜けてしまいますので注意です。
もう少し頑張れ。次はアダクションアンクルホップです。またにコアスクイーズを挟んで、その状態でジャンプをしましょう。つま先でホッピングします。ダンベルはなくても大丈夫です。しっかりと股に挟んでジャンプです。かかとが床につかないようにつま先でジャンプするイメージで行ってください。できそうならスピードアップしても OK ですので、最後まで頑張りましょう。残り5秒。次はアダクションアンクルホップツイストです。これが一番走る感覚に近いと思います。しっかりと骨盤を回して下半身と上半身をねじるイメージで行ってください。できそうならスピードアップして、より走るスピードに近づけていきましょう。これが一番連動します。最後まで頑張って。終了です。これでエクササイズは以上です。お疲れ様でした。このエクササイズを行うことにより歩幅が大きくなり、足がスムーズに動くようになります。膝や足首が痛いなどの怪我の防止や心肺機能をより高めるということに集中できます。なので必ずこのエクササイズをやってからウォーキングやランニングを行ってください。以上 BNL 体カニの山根でした。いってらっしゃい。